どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか？うかいとうしろでございます。今回もリアクション動画撮っていきたいと思います。シュピンネ・ギズミルークスさんの、動画ですね。スクミズ探偵の事件簿ケース2、殺人時計の嘘、解決編、見ていきましょう。5！ 僕はちなみに、論人、前回の問題編から見て、論人さんがなんかちょっと怪しいような気がしなくもない。うん。わかんないけどね。まぁ、ちょっと見ていくしかない。だ、決定打がないんだよな。多分なんだろう、アリバイロジックみたいなところであると思うんだけど、多分今回は。まあちょっと見ていきましょうか。俺も本当に相当集中して俺見ちゃってたんで、今回。相当前回もうリアクションも忘れて頭の中で考えまくってたもんな。その上でわかんないってのが一番ダサいけど。見ていきましょう。トゥールビヨン総合博物館。さあ、オープン前の博物館で、殺人事件が起きたと。そう、俺も思った。うん。それは。時計の嘘ってのが何なんだ、一体。うん。はあ。うん。うん。そうだね。ああ、そっか、警備員に助けを求める。うん。まあそうだね。それは間違いないね。あ、鍵を持ってるからか、みんな。ということは鍵を持っていない外、職員外の人。そうなってくると、ロンジンさんか、ウブロさんか。うん。ってことは計画性がないってことか。うん。うん。まあ、この二人のどちらかと。あ、ブレーゲスさんだ、間違えた。あ、じゃあブレーゲスさんじゃないわ。ん？うん。B には入れないもんね。え？今日？え？共犯者ってこと？うん。ああ、まあ確かに。そうか。なんで停電したんだろう。
被害者本人？なになになに？ああ、言ってたね、そんなこと。あ、そうか。そもそも分解してないと。じゃあ職員エリア B に。なるほど。まあ、辻褄合うな。なんで？じゃあ。逆に？あ、だから計画性がなかったんだ、犯人にとって。でもあれってどう判断すればいいの？あ、なるほど。50分だっけ？なるほど、なるほど、なるほど。確かに。停電時より50分前までは生きていたってことだ。ということは？で、ロビーさんはロビーにいる。ウブロさんはロビーにいる。当たった！俺は待って、予想当たった。それはあなたがやったからってこと？あ、そうか。まあ確かに。どういうこと？被害者がね、まず。あの、ロック。確かに。なるほど。奇跡的にこの、なんだろう。
この美術館には時計はねえっつったな、そういえば。ああ、なるほど。うわー、なるほど。時計を持ってたら、まあ、そうか。おかしいってなるか。はあ。なるほどな。え？そこしか本来はやってなかったんだな。うわぁ。そうかそうか、被害者がいろいろやったからなんかごちゃごちゃになっては、っていうのがあったのか。はぁ。ね。うわあ、なんかもう終わり方が好きだな、俺すごい。なんだろう。すごくこう、うまーい落とし方するからさ、ロジックとかストーリーにもちゃんと。なるほどってなるんだよな。してやられたわ。というところでね、次回も、じゃんでリアクションしていきたいと思います。次回はケース3ですね。お楽しみに。